読売新聞だ。読売新聞の井ノ原と申します、はい、あの万博関連でいくつかお伺いします、はい、あのちょっと前回の定例会見でも聞いてたと思うんですけども、あの、紙チケットの関係ですね、はい、あのこれの、現状その協会さんとの、 あの協議状況っていうのはどうなってるんでしょうかっていうのを伺ってもよろしいでしょうか。はい、以前から以前の定例会見等から今時点で何か新しい情報っていうのは確か入って、あの事務的には協議は進んでると思うんですが、紙チケット配布に向けて、あのいわゆる条件面で協議をしているという状況にあると認識しています。すいません、ちょっと本日時点の詳細な協議経過や、あの本日時点で何か期間決定をしているという状況にはないと思いますので、あの引き続き折り合いを点を協議進めれるようにしたいと思います。すいません、以前も聞いたんですけど、やっぱりあのいつまでに、まあ、方針を決めていくのかっていうのが、まあ、あの10月からの発売っていうお尻がありますの で、まあ、それが気になるところなんですが、そのあたりっていうのはまだ現状は決まってないという状況でしょうか。うん、そうですね、あの10月の販売がもう期限といいますか、そこがありますので、まあ、できるだけ早く協議が進むようにしていきたいと思います。あとあの